おはようございます、魚の森です。さあ今日は何の日かな。着きました。さあここはどこでしょうか。めっちゃ駅が綺麗。今はこちらに来ました。福島県は富岡市です。大通り沿いを歩きます。すごい虫の鳴き声がめちゃめちゃすごい。雷じゃない？明日大丈夫かな釣り。あ、出てきた出てきた。見慣れた青い看板、ローソンだ。今日もう6時間ぐらい移動してました。名古屋からだとちょっと福島毎回遠いんだよな。来週もね、下西セントラルパーク店でやってる東北フェア、10月が福島茨城フェアということでね、その取材と仕入れにも来るんですけど、遠いんだよな本当に。まあでも来ちゃうとね、本当海産物美味しいし、自然も豊かだし、人もみんないい人だしね、いいとこだから毎回来ちゃうんだけどね、なんだかんだ。明日の天気が心配ですけど、カリーバ親御さんが一緒に富岡の海の豊かさを知ろうっていうね、イベントをこの市がやってて、被災してから観光っていうとこはね、すごく元気がなかったので楽しんでもらいたいってとこはそういう企画をしてるみたいです。なんで私もね、それ聞いてちょっと参加をさせていただこうかなと思ってます。ということで今日はちょっと早めに寝たいと思います。お疲れ様でした。ちゃんくん見て見て、来ました。ここ富岡でね、今すっごいでかいヒラメ釣れるらしいんで、ここ今いるメンバーが皆さん富岡町の海を知る体験ツアーっていうのに参加されている親子の皆さんなんですけども、それに私も便乗させていただいて、今回このね釣りにチャレンジしてみたいと思います。私釣ったのカツオぐらいなんでそんな大きいのは大丈夫かな、心配です。90センチぐらい楽しみにしてます。大体水面まで竿先を持ってきて、ちょっとこう上げてください。上げたらば2、3歳必ず。まず出港ですね。見てこの素晴らしく快晴、やっぱり晴れ女だからね、いい天気です。ヒラメ狙いって聞いてます。50センチ以上、80センチぐらいのものを狙っていこうと思います。あら、あれ生きてる。いきます。食べてる。よいしょ。さっき言ったように、これ食べてますね。あ、早かったんだ。早かったんです。すごい、やっぱ牙が肉食だね。来てるよ、来てるよ。あ、来てるよ、来てるよ。食べてる、食べてる、食べてる。めちゃくちゃ食べる。まだいる、まだいる、まだいる。いる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 。あ、あ、おー、かかったー。すごいでかい。あ、あ、あ、すっごい引き。うわ、すごい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 。あ、元気な。おっしゃー。はい、OK。 おっしゃー。お、どう？キープ？やったー！でかい！釣れました！取ったろー！めちゃくちゃでかい！でかーい！すごーい！おめでとう！おいしょ！ほんと入れた瞬間に食べるからすごいんだよ。面白い。いるもん、ほらほら、いる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 。
ーすごい美味しそう。ダメだ、リリースだ。リリースですね。はい、もうちょっと大きくなって買いましょう。もう面白い、すごい、過去最高に面白いんだけど。ヒラメの様子を想像して。あ、いいです、あげる、はい、あー来たやったさっきの子だったらどうしよう。よいしょ、行きます。どうぞ。はーい、はい、これもリリースです。すみません。よいしょ。なんか今ね、先生に教えてもらったのは、棚が2メートルぐらいのところ、ちょっと上見に行くとでかいサイズがいるんだけど、かかりは悪くなるって言ってたけど、ちょっと狙ってみようかな。あ、いる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 よ、いるよ、いるよ、いるよ。まあいいでしょ、やった。この長栄丸さんは自主的に1人5本まで釣っていいことになってるそうなんで、今2匹目、あと3羽か。めちゃくちゃでかい。大丈夫、すごい跳ねてる。ねえ、これはでかいね。これでかい、すごい。食べられちゃいそう。よいしょ、えい、取れた。すごいいるんだけどね、力強い。わーすごい。あっちのなんかすごいな。食べてるよ、食べてるよ。あっ、かかったかな。まだだな、まだだな。よっしゃー。ちょっと待ってね。よいしょ。なんでやねん。大きくなってこいよ。かつきくん頑張って酔わないように。私も動画に収められないよ今。しかもカメラを普段やるんじゃないのに今やらされてますそう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 。え、魚屋さんですか。あれ、親が魚屋。あ、仲間だ。私も父が魚屋で、あの2代目なんですよ。まだだよ、まだダメで、あげたら。よし、来るよ、来たよ。あ、来た。よっしゃ、これすごいかも。これすごいかも。ちょっと待って、全然負けない。どうだった、どう。おー、すごいじゃん。少年には負けたけど、見て、いい、やったー。これ70ぐらい、やったー、これ食べよう。ラストポイント、神頼みだよ。私の日頃の行いがいいか悪いかで決まる。よいしょ。あ、来てる来てる。いや、でもさっきのより全然軽い。あ、見えてきた。あ、いる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 。よいしょ、いいかな。よっしゃー、4匹目。いいサイズじゃないですか。美味しそう。美味しいサイズ。君ほんと頑張ってくれ。誘惑するんだぞ、うまいこと。
います。いますね、いますね。よし、行こう。いや、さっきも食べてたからな。絶対釣る。いる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 。あ、いる。いる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 。よっしゃ。あ、かかった。よし。よしよし、そうそう、オッケーオッケー。うわー、すごいこれ。くー、お散歩お散歩、こっちおいで。はい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 。絶対釣りたいこの子。くー、あー、バレた。あ、バレた、バレたかも。嘘でしょ。バレました。バレちゃった。いや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 だや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 だ。いやさあ、じゃあちょっともういいサイズ釣れたんで、こっから次の動画でさばいて食べていこうと思います。ということで、次の動画もぜひ見てください。バイバーイ。動画ご視聴ありがとうございました。ことぶき商店ではオンラインサロン、ことぶきファミリーサロンを運営しています。ただいま入会募集中です。概要欄の URL からチェックしてみてください。ことぶき商店ファミリーサロンでは、一緒に釣りのオフラインイベントや、あとは YouTube の裏側を見せたり、あとは企画会議をしたり、月に1回会員さん限定の商品をお届けしたり、さまざまな特典があります。一緒にぜひ楽しみたいと思いますので、入会を募集しております。そしてパートナー会員さんもありまして、そちらではフランチャイズのオーナーさんも加入してますし、一緒に商品開発をするビジネスパートナーさんもいらっしゃいます。そちらは要事前審査ですので、もしよければエントリーのほどお願いいたします。ということで、また見てください。バイバイ。ここで過去最高はどれくらいのサイズだったんですか？1メーター4センチ。すごい。